誰も知らない頼一の悲しい運命。頼一の悲しい運命と聞いてまず想像するのは、歌とお腹の子供を失ったこと。でもあれも全ては、頼一が生まれながらにして持っていた天命から起こったこと。それはどういうことか。頼一は生まれながらのあざもので、幼少期から透き通る世界を見ていました。もちろん幼少期の頼一は、自分がどうしてそのような体で生まれたのか、知るはずもありません。しかし鬼の存在を知り、鬼舞辻無惨と出会った時、初めて自分の体の意味と、持って生まれた天命について知ることになります。頼一は言っていました。出会った瞬間に分かった。この男を倒すために生まれてきたのだと。鬼舞辻無惨を倒すということ。それが頼一の、生まれ持った天命。頼一は鬼舞辻無惨と出会った瞬間に、自分の天命と存在価値について知ったのです。頼一は、生まれた時点であざに対応した体をしており、一昼夜走り続けても疲れないという、驚異的な身体能力を持っていました。それは呼吸の使い方もマスターしていることで、実現していたと思われます。そして頼一は、人の体を透かして見る、という能力も持っています。幼少期にはその能力で母の病気を見抜き、無惨と対峙した際には、無惨の体の中に複数の臓器があることを透かして見ることで、無惨の弱点を見抜くとともに、火の呼吸を完成させています。そうして無惨を、あと一歩のところまで追い詰めた頼一。しかし、無惨は分裂して逃げてしまいます。無惨を倒すために生まれてきた頼一ですが、結局自分では天命を全うできませんでした。そんな頼一の気持ちを救ったのが、かまど家であり住吉です。頼一の思いと呼吸法は、かまど家によって炭治郎たちがいる時代まで受け継がれ、今まさに、無惨を倒さんといったところまで来ています。頼一の運命の何が悲しいって、頼一は生まれた時点で、幸せな人生は送ることができないと、確定していたということです。頼一があざものとして生まれ、透き通る世界を見ることができたのは、鬼舞辻無惨を倒すという天命を持って生まれたためです。そんな頼一が、歌と子供と静かに暮らすということは、天が許さなかった。天命を思い出させるために、あのような形で鬼という存在を、天は頼一に知らせた。あのまま頼一が、歌と子供と幸せに暮らしていたのであれば、無惨を倒せる者は生まれることがなかったでしょう。自分では無惨を倒せなかったとはいえ、火の呼吸が伝承されなければ、あざ者はもう生まれなかったかもしれない。頼一の姓は、鬼舞辻無惨が生まれたことによる、人々の鬼を倒したいという思いから生み出されたもの。その思いをすべて背負い、頼一は無惨と戦ったのです。そしてあの時、頼一が玉代を逃がさなければ、玉代が無惨に投与した様々な薬は、生まれなかったということになります。すべては、頼一が作り出したきっかけ。それが400年以上の月日を経て、いよいよ炭治郎というあざものが生まれ、そこからあざが伝染していった。頼一の過去は悲しい。これはそんな簡単な言葉で、終わるようなものではないのです。いなくなってしまった人たちのこと、時々でいいから、思い出してください。